発送路石垣空港付近の空中写真、国土交通省国土画像情報をもとに作成石垣空港は、かつて沖縄県石垣市にあった地方管理空港である。年間利用客数は国内167万4455人、海外1万2046人、海上保安庁第11管区海上保安本部石垣航空基地が併設されていた。 いずれも運航最終日時点のものであるタラップによる乗降を行う日本トランスオーシャン航空機かつての就航路線かつて就航した会社旅客ターミナルビルは1961年に供用を開始した建屋と1990年にエアー日本が設置し供用を開始した建屋に分かれていたいずれもボーディングブリッジがないためターミナルと搭乗機関の移動はバスまたは 徒歩となっていた。旅客便の運行最終日である2013年3月6日まで、東運輸が石垣バスターミナル発着便、東回りを運行していた。新石垣空港も山椒島空港は様々な問題を抱えており、新空港の建設が検討されてきた。1982年には、南西航空のボーイング737から200が滑走路をオーバーランし、 炎上する事故も沖住宅密集地の空港への危機感が高まった。同年発表された新空港案は、石垣島東部の白保集落沖合の珊瑚礁を埋め立てるもので、地元や自然保護団体から強い反対を受け、1989年に撤回された。その後建設予定地は2点3点し、2000年に島東部の海沿いの陸地が新空港予定地として、 選定された。廃港となった石垣空港。滑走路に着陸禁止を示す印がペイントされている。石垣市は新石垣空港に機能が移転された後の東空港の跡地利用基本計画を2012年3月までにまとめた。この計画では跡地を以下の4つのゾーンに分けて施設の整備等を定めている。石垣市庁舎基本計画では 石垣市庁舎の移転は市街地の空洞化を招くとして除外されていたが2016年2月7日に行われた住民投票では現在地での建て替えが18%であったのに対して高台にある空港跡地への移転が81%を占め同月中に市庁舎を空港跡地に移転することが正式に決定された設計は 熊県語建築都市設計事務所と地元の巣釜、設計室の共同企業体が担当。2020年夏頃の会長が予定されている、石垣市消防本部2014年6月25日に、石垣市中心部の三崎町から空港跡に移転した、沖縄県立谷江山病院2016年2月3日に着工し、2018年10月1日に開院した、新病院は、 鉄筋コンクリート構造地上5階建てで、敷地面積は約4万平方メートル、延べ床面積は約2万3200平方メートルと、それぞれ現在の約1.6倍、1.4倍になる。ありがとうございます。